いや、遅くなっちゃいましたよ。いろいろ。はい、おはよう。ごめんね、遅くなっちゃって。はいはい。はいはい。はい。おいおい。よいしょ。未来くんはいいな、手間がかかんなくて。猫のアレルギーと毎日なぜかベッドにおしっこしてくれるんだよな。トラちゃん、トイレもちゃんとできんのに、なんでベッドでやるかな。めんどくさくなっちゃうのかな。今日も羽布団の上にびっちりやってくれたな。毎日乾燥機でお金かかるから泣きたくなっちゃう。ほら、最近猫のおしっこのあとが俺の涙の跡に見えるもんな。こんなに泣いたっけみたいな。あれ、俺こんなに泣いたっけかななんつってね。俺の涙、強烈な匂いすんなみたいなね。お利口。道路ではやらないんですよ。ここ道路でしょ。ちょっとあっちの方でちゃんとやるんですよ。自然の栄養だよな。小屋し小屋し偉いな。未来くんが車来たら気をつけんだよ。ここも車通るから。こういう桜さんに感謝だな。ケイジェさんとかカマミスさんとかいろんな人見てくれてるよ。未来くん、すごいな。いい風景だな。最高だな。日が昇るときに来たいよね、ここは。まあ、昇っちゃって綺麗だな。おはようございます。おはようございます。YouTube 出る？え？ね、犬撮ってんの。未来くん、いい朝だね。最高だね。絶好調。今日も最高。いやー、いいやー、景色最高じゃぜ。未来くん、ちょっと遅くなっちゃったね、今日は。みんなの早い時間はもう正眼な、俺らにとってはな、未来くんな。未来くんは勝手に散歩行って勝手に帰ってくる。偉いよな。今日も鹿島様最高です。今日これからね。ういうい、うん、かわいいね。いや、涼しくなったんで、やっと涼しくなったんで、事務所のね、草刈り行かないといけないですね。事務所の草刈り行こうと思います、今日は。四つ足入っちゃダメなんだってよ。
未来くん。あ、にゃんちゃんいた。おはよう。おはよう。怖がんないで大丈夫だよ。やらないから、うちのは。よいしょ。洗いたまえ、清めたまえ、守りたまえ、幸えたまえ。洗いたまえ、清めたまえ、守りたまえ、幸えたまえ。関秀樹、雨の御中の神様、お助けいただきましてありがとうございます。よいしょ。おはようございます。いってらっしゃい。うい、うい。中学生通るぞ、いっぱい遅くなったから。うん、いい家だな。未来くん嬉しいの、嬉しいの、うん、うん、嬉しいの、かわいいね。はいはい、嬉しい嬉しい、うん、嬉しい。お散歩大好きだもんね。最高の日差しだよ、未来くん。俺たちの未来を表してるようだぜ。最高だぜ。未来は明るいぞ。どんなにどん底の時も絶対未来は明るいって信じてるんですよ、俺。暗くならないように。だからいつも明るいんですよ、俺は。上がる元気に気持ちよーく、あんあんあん、アホ万歳、え、バン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 、バカ万歳でいきましょう。あらら、ちょろちょろと、俺と変わんねえな、お前。出方が、出方が男らしくないよ、未来くん。もう、シャーってね、シャーって、シャーって、ちょろ、ちょろ、ちょろ、ろ、ろ、ろって感じだよ、俺と一緒だよ、お前。年寄りだな、お前も。未来ちゃんも俺と一緒で、年寄り同士仲良くしような。未来ちゃん自分でおしっこしたところ匂い感じやって、でもう一回しちゃうの。未来くんの毎日未来くんを見てくれる人いるんだよ、こんなつまんない動画。未来くんの何を探しているんでしょう。また何を探しているんでしょう。いつも見つからないものを探してます。でも井上陽水さんに歌われちゃうよ。探し物は何ですか、見つけにくい。あ、彼岸花です。これがね、恐ろしいように綺麗なんですよね。ほいほい。トムさん、4年後またよろしくお願いします。今度は俺出ねえけど、俺出ようと思ったんだけど、娘立てます。俺娘のこうですね、はい、娘俺よりしっかりしてるんで、大学も出てるし、そうですね、30近くなりますね。応援してください、お願いします。 YouTube 出てよ、 YouTube 出てはい、よろしくお願いします。もう俺はやめた。よく考えたけど、やっぱり娘の応援した方がいいよね。やっぱ真面目だし、入れ墨だらけで出たってなかなか難しいけど、だって入れ墨で400票取ったのすごくない？
すごくない？これよく考えたら俺も無謀なこと今思うんだけど、無謀だったなと思うんだけど、やる前は俺特等センターだと思ってバカでしょ。いやでそしたらみんなに、よく取ったなってみんなに言われるんだよ。あれあれみんな俺と全然感覚違うんだなと思って。どうして動いたら分かるんですよ。そうでしょ、うん、だからこれから4年間 YouTube 頑張って、あとは娘を応援します。はい、よろしくお願いします。はいはい、失礼します。あ、もうあの帰っちゃう選手いるんで、賢いですよ。あれも駅で挨拶してて、誰か捨てていっちゃったやつ、あの、うちに来たんですよ。最近です。犬あんま好きじゃなくて、好きになっちゃった犬。猫見つかんないし。いや、あれはいい猫だったんですよ。誰か持ってっちゃったんだよね。ものすごくいい猫で、あの、もうでかくなってて、ほんで、光当たると黒、なんだろう、虎になるんですよ。真っ黒なのに。かっこくないですか、光当たると虎が出て。めちゃくちゃいい猫で、あの、人懐っこくて。ほんで、俺と一緒に散歩する猫だったんですよ。散歩する猫なかなかいないでしょ。姉の兄弟も横浜にあげたんだけど、今散歩してるって、やっぱり一緒に。犬と一緒に散歩するんだよ。賢い犬。俺と違って。どうも、お疲れ様です。いやー、大社長ですよ、塚本さん。大社長。もう年はね、俺より若いんだけど、だいぶ成功なさってるじゃん。本当に、俺と全然違う。景色がいいな、最高だな。ミルクもさっもう帰っちゃいましたね。朝からなんでマスクしてるかって、もう猫のおかげで目が雨もかゆい。朝もうね、今日夕べ3時からもう咳が止まんないで死ぬかと思って、もう本当に喘息の薬あった、もう全然もうあの寝てる間に相当吸っちゃったんだな猫の。まあ、正面までしてくれてたし、もうそこで知らずに寝てるんでね。あのね、やっぱマスクして寝ないとえらいことになりますね。昨夜マスクして寝るの忘れたんですよ。そしたらもうたった3時間ぐらいしか寝てないのにですよ、もう3時間で肺の中までやられちゃった感じで、もう死ぬかと思った。ケロは吐かなかったけど、いやー辛かったですね。今日は打撃の当てに布団おしっこでしょ。なかなか進まない、なかなか進まない。あー絶好調。いやー未来、あ、いたいた。賢いな。なんでお前そんな賢いんだよ。えいえいえい。よしよし。うん。缶詰欲しいの。わかったよ、わかったよ、わかったよ。わかったよ。恋ちゃんに缶詰食べるとこ見てもらおうよ。じゃあ、ねえ。見てもらおう、見てもらおう。よしよし。恋ちゃんに見てもらおう。よしよし。どれだけ喜ぶか。ねえ。未来君が缶詰どれだけ嬉しいか。ねえ。知ってんだよ、俺。宮城くんね、もう気が狂ったようになっちゃうんですよ。もう缶詰あげるだけ、もうね、高校生の時にね、俺スリーセブン揃った時みたいですよ、俺が。高校生の時にね、スリーセブン揃った時みたいね。あ、これ、にゃんちゃんの餌もね。にゃんちゃんの餌もね。これね、録音してる時も、猫アレルギーでね、ゲホゲホやってる時なんですよ、ね、確かね、キャットタワー作ってた時かな、録音したの。まあとにかく猫アレルギーでひどい目にやってますね。よいしょ。じゃあね、こいちゃん、これね、最初に送ってくれたやつ、これがね大好きなんですよ、うちのワンちゃんは。でね、このお汁の方も、お汁の方をあげるとペロ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 お汁を舐めて食べるんですね。で、これやぶい、ベリグリー、これ新しく送ってもらったやつ、これすごい食べますよ。この角切りスープよりこっちの方がお得かな。
なんかこれスープ入っちゃってるんで、なんか損した感じするんですよね。これぎっちり詰まってるじゃないですか、これ。高齢兼用、これが良かったっすね。最初にもらったやつ。で、今日は、このスープのやつをあげてみます。この2回目に送ってもらったやつ、こいちゃんにありがとう。あとね、ひろしさんからもらったのもまだ残ってるんですよ。ひろしさんからもらったやつもこれも。これは、夜あげます。ね。よいしょ。よし。いや、見てくださいよ。高校生の時俺がね、3、7揃った時みたいな顔。みたいなね。俺のパチンコはね、高校生でやめちゃったんですよ。何でもやめんの早いんで。はい。始めんの早く、やめんの早くなんで。はい。はい。いいですよ。はい。コロナ世界史100万人だって。何でもこんでもコロナで死んだことにしちゃうんだから、コロナ増えるわな。ねえ、未来くん。何でもかんでもコロナにしちゃうんだ。未来くんのジャンプ。待ってね。よいしょ。よいしょ。未来くん。多分このドライフードまで全部食べちゃうと思います。あらららごめん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 。ドライフードまで全部食べちゃうと思います。お皿まできれいに食べちゃいます。ミラクル鼻水止まんないよ。あとミライクに今舐められたとこ痒くてしょうがない。そうアレルギーなんですよね多分俺。手洗ってこい。すごいね。綺麗に食べちゃうね。お皿も滑るように食べちゃうと思いますよ。洗うの楽でいいんだよね。綺麗に食べてくれると。食べてていいよ、食べてていいよ。食べてていいよ。バケツ。
食べちゃって。もう食べちゃって。もう。よしよし。ああ、綺麗に。行きました。ということで、今日は20分ぐらい撮っちゃいました。アロー YouTube! 良い一日をお過ごしください。明るく元気に気持ちよく。